長野県松本県が、岡高等学校は、長野県松本市県二丁目にある、公立高等学校。1923年4月17日長野県松本第二中学校として開校される。1948年4月1日学生改革により、長野県松本第二中学校が、長野県松本県が、岡高等学校に解消された。公明の県が 岡は、所在地である県に由来している。1994年4月1日英語科が設置され、普通科と共にに学科体制となる。卒業生数は、創立94年、旧制中学と新制高校等合わせ2万7千名を超える。通称は、県領。文化祭は、県領祭と称する。本校の特色の一つとして、母校、愛のリレーが挙げられる。 母校愛のリレーは、高校卒業30周年を記念して、母校に、図書券、施設整備等を寄贈し、合わせて当該年次の同窓生による記念公演等を行う事業である。1980年にスタートしたもので、当時、長野県議会議員だった、高校2回卒のありが正しい発案によるものである。新生高校の卒業生から、毎年、リレーしていこうという発想で、 以来、途絶えることなく毎年行われている。1980年の第1回、母校愛のリレーでは、東大名誉教授の山田直緒勇が、情報科学から見た、教育の未来像と題して、講演会を行った。2013年創立90周年の第35回では、映画監督の山崎隆が、私たちの見た夕日、君たちと見たい夕日と題して、トークショーを行っている。 松本県が、岡高校交渉デザインは、旧職員、井口良一によるもので、四つの頂点は、白雪をいただく春烈な北アルプスや美しが原の連山をかたどる。1923年開校の年に制定された。現在の交渉は1948年に改定されたものである。若き画像、歌詞一、風が十字に荒ぶれ狂うシナノのただ中松本平。 この地に身を置き胸差し出す。若き我らは、体も強し若き我らは心も、強しに、西に、小ゆる北アルプスに、朝日の輝き夕日の匂い降り裂け仰ぎて、光に行くる若き我らは、望みも高し若き我らは、理想も、高し応援練習は、例年、入学して2週間目火曜日金曜日の4日間に、実施される。入学してから、 最初の一週間は各クラスで朝応援練習の基本動作の練習が行われ、新入生の各クラスから一から二人の応援委員が選出されて、一定期間の朝練習の後に放課後の新入生全体練習が工程で行われる。小説家の小島洋太郎は同窓会法の中で非21世紀的伝統と題し、伝統の応援練習についてこう記している。そして、 その意味不明のオリエンテーションから数日後、地獄の応援練習を経て僕はようやく一人前の権良性として認められたのでした。この21世紀の世にあって、これほど非21世紀的な伝統が残っている高校、他にはなかなかないのではないでしょうか。開校当時の初代校長、小松竹平による。小松竹平先生は旧西上田中学校の第二大校長。 旧政府は中学校校長を経て、松本第二中学校の初代校長として赴任された。文字通り新しい学校作りを目指しながらも、現職のまま亡くなられ、この、県領三大精神を遺訓として残している。県領三大精神は、県領出身者であれば、誰でも唱えることのできるものとして今も脈々と、受け継がれている。1933年12月22日、 松本第二中創立10周年記念事業の一つとして小松先生碑が除幕された。現在、県が岡高校本館前提に立っている。1991年11月30日、生徒通用門正面に三大精神の石踏みが混流され、旧生松本に中21回、高校1回卒業生らの手により除幕式が行われた。長野県松本県が、 岡高等学校初代校長小松先生被検量三大精神松本県が岡高校級本館伝統の県領応援練習風景1929年に旧姓松本に中世美しが原遭難事故が発生する学校行事である美しが原登山において生徒2名が遭難死した事故であるこの登山では本校からアクセスしやすい山城牧場から登り 山城牧場へ戻るというルートが計画されていた。だが、遭難した二人の生徒は、美しが原山頂付近で他の生徒や教員と別れ、自宅のある浅間方面へ直接下る道へ入った。美しが原は、小学生でも登山可能な山だが、時より目の前5メートルほどしか見えなくなる激しい濃霧が発生することで有名だった。 二人はこの農務にまかれ、道を見失う。夜になっても二人が戻らないことを心配した家族が、学校に連絡、学校に救助本部が置かれるとともに、長野県警による捜索が開始された。しかしながら、数日後に、竹下峠近くの暗闇沢で二人の遺体が発見される。この事故で、二人に引率共有もつけずに単独行動を許した。 当時の教諭の責任が追求された。本校初代校長であり、当時校長の職にあった小松竹平もバッシングを受け、そのストレスから体調を崩し、事故の翌年1930年9月に没する。美しが原には、この二人の遭難慰霊碑がある。有名な登山家、田辺茂春の登山記録には、この事故について、今やこのところに、この指導表を見て、 遭難の光景まざまざと眼全に現れるかのごとき、感を抱いた、と書き残している。旧生松本第二中学の第一期生でもある、元東京地裁判事の樋口和弘は、小松先生は、学校の行事の美しが原登山で、教え子が遭難した時、我が子を失った、以上の相席と責任を感じて、病気になり、その生徒たちの名前を呼びながら亡くなられた。 エッセイ、峠の落とし文の中で記している。1950年に、それまでの文化祭を、権量祭と解消。この年の6月17日、18日の両日、演劇部、発行会、音楽部の文化総部員をはじめ、権量全校生という人たちが、キャスト、スタッフを務めた、破壊の舞台公演が行われた。2日間計4回の公演で、 松本市民のべ5300人が鑑賞した。以来、毎年6月第3週の金曜日から月曜日の4日間にわたり、主に文化系クラブやクラス発表など、生徒開催大行事として開催されている。全校マラソン大会として1935年に始まる。1939年には、合憲競歩大会として16キロを走る。 翌年には28キロとなる。戦時中の1943年に一時休止となったが、1954年5月4日、第1回恐怖大会として実施され今日に至る。現在は毎年10月に開催され、男子は32キロ、女子は27キロとなっている。スクールカラーは演示色である。本校の運動系クラブユニフォームや学校行事など、 様々な場面で使われる色である。平成28年現在、運動系クラブ56.1%、文科系クラブ45.4%、生徒クラブ加入率は101.5%となっている。1923年学校創立とともに、創部されたサッカー部は、初代校長、小松竹平がサッカーを講技として採用し、 入学者全員にサッカーグッズの購入を義務付け、さらに初代監督に東京高等師範学校首相だった松本博質次を教頭として招聘するほどサッカー熱が高かった。しかし全国大会に出場するようになったのは戦後からである。1955年国体初出場、1962年全国高等学校サッカー選手権、初出場。 1963年サッカー選手権ではベスト8、1966年インターハイでは3位と1960年代前半がいわば黄金時代だった。その後、1976年に第55回全国高等学校サッカー選手権、大会で2回目のベスト8進出を果たした。1990年代68回全国高等学校サッカー選手権、 大会では13年ぶり8回目の出場を果たしている。1968年全国高等学校総合体育大会でベスト8、1970年国民体育大会ベスト8などの好成績を残しており、この時代、前述のサッカー部と共に運動系クラブの代表格であった。2007年全国高等学校総合体育大会登山大会で6位。 入賞、2013年全国高等学校、総合体育大会登山大会で準優勝するなど、近年好成績を収めている。1973年に発生した火災により、木造の北校舎以下7棟を消失したことを契機に、校舎、施設等の鉄筋コンクリート化が進み、順次施設の拡充がなされている。火災後の一時期、 1973年4月から1974年3月の1年間、旧新州大学人文学部校舎を借用して、平常授業が行われた経緯がある。現在の施設概要は、以下の通りである。旧正松本第二中学、松本県が、岡高校級、本館正面玄関国公立大学へは、毎年140から150名ほど、 2013年度は160名、2014年度、2015年度は144名が合格している。そのうち、地元新州大学が50名前後を占めている。2015年度は62名が合格している。北海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学などの宮廷大へは、ほぼ毎年合格者を出しているが、東京大学、 京都大学の南関大学への合格者もいる。私立大学へは、毎年、早稲田大学、慶応義塾大学、上智大学、中央大学、明治大学、立教大学、法政大学や、関西圏の関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学など、いわゆるマーチや赤々同率などへ合わせて150名、前後の合格者を出している。 2013年度182名、2014年度176名、2015年度は102名が合格している。旧正松本第二中学から新正松本県が岡高校に変わって間もない1950年当時は東京大学4名、北海道大学3名、東京工業大学1名のほか国公立大学へ99名が進学している。そのうち、 新州大学へは62名が進学していることから、当時から国公立大学合格者に占める新州大学の割合が高い。ありがとうございます。